こんにちは、アディブックスへようこそ。このビデオでは、インドへの道の概要を学びましょう。A パッセージ2インディアは、1920年代の英領インド帝国とインドの独立運動を背景に、英国の作家 E.M. フォースターによる1924年の小説です。近代図書館の20世紀英文学名作100選に選ばれ、1924年にジェームズ・テート・ブラック記念小説賞を受賞しました。プロットの概要。イギリスの女子高生、アデラ・クエステッドと彼女の年老いた友人、ムーア夫人は、架空のインドの都市、チャンドラポアを訪れます。アデラは、ムーア夫人の息子、市の治安判事である、ロニー・ヒースロップと結婚するかどうかを決めることになっています。そんな中、インドの若いムスリムの医師、アジズ博士は、友人との食事から病院で、アジズの上司である、カレンダー少佐に呼ばれるが、遅れてしまう。彼がいなくなったのを発見して、がっかりしたアジズは、歩いて戻り、衝動で、お気に入りのモスクに入ります。ムーア夫人がそこにいるのを見て、彼はこの聖地を冒涜しないように彼女に、怒鳴りつけますが、二人はそれから、おしゃべりをしたり、友達として別れたりします。ムーア夫人が後で自分の経験を語ると、ロニーはネイティブの推定に憤慨します。新参者たちはインディアンに会いたいという希望を表明していたので、市税徴収人のタートン氏は数人を自宅に招待するが、インディアンの臆病さとイギリス人の偏見のせいでパーティーはぎこちなくなった。またチャンドラポアの政府運営のインド人大学の校長であるシリル・フィールディングが、アデラとムーア夫人をティーパーティーに招待して、彼とナラヤン・ゴッドボールというヒンドゥー・バラモンの教授を連れてティーパーティーに招待しています。アデラの依頼で彼はアジズ博士に招待状を送ります。パーティーではフィールディングとアジズは友達になり、アジズはムーア夫人とアデラを連れて遠くのマラバル洞窟を見に行くことを約束します。ロニーが到着し、アデラがアジズ博士とゴッドボール教授と同伴者なしであることを発見し、パーティーは無礼に解散します。アジズは約束を守らなかったことで女性たちが気分を害していると誤って信じ、多額の費用をかけて洞窟への遠足を手配します。フィールディングとゴッドボールは遠征に同行することになっていたが、列車に乗り遅れる。彼らが最初に訪れた洞窟で、ムーア夫人は、閉所恐怖症に打ちのめされ、エコーに邪魔されます。彼女が先に進むことを断ると、アデラとアジズはガイドと一緒に丘を登って、上の洞窟に向かいます。アデラから、複数の妻がいるのかと尋ねられたアジズは、彼女の率直さに戸惑い、洞窟に潜り込んで落ち着きます。彼が出てくると、ガイドから、アデラが一人で洞窟に入ったと言われます。ガイドと喧嘩をした後、アジズはアデラのフィールドグラスが地面で割れているのを発見し、ポケットに入れます。それから彼は丘を見下ろすと、アデラがフィールディングと一緒に車で到着したミス・デレクに話しかけているのを見ます。アジズは駆け下りてフィールディングに挨拶するが、ミス・デレクとアデラは車を走らせ、フィールディング、ムーア夫人、アジズは電車でチャンドラポールに戻る。アジズは到着時に逮捕され、アデラへの性的暴行で起訴されました。彼の裁判の準備段階は人種間の緊張を高めている。アデラはアジズが彼女を追いかけて洞窟に入り、彼女がフィールドグラスを振り回して彼をかわしたと主張している。唯一の証拠はアジズが所持していたフィールドグラスです。フィールディングがアジズの無実への信念を宣言すると、彼は追放され、地の裏切り者として非難されます。裁判を待つ間、ムーア夫人は自分の健康状態が悪いことを心配するようになる。船でイギリスに行くと途中で死んでしまう。その後、裁判中、アデラは洞窟のエコーによって同じように混乱していたことを認めました。彼女はもはや誰が、何が自分を攻撃したのか確信が持てず、訴え続けたいという強い要求にもかかわらず、告訴を取り下げた。訴訟が却下されると、ヒースロップはアデラとの婚約を打ち切り、アデラはイギリスへの帰国が手配されるまでフィールディングの家に滞在します。彼は立証されているが、
アジズはフィールディングが彼の人生を台無しにするところだった後、彼女がアデラと友達になったことに腹を立てている。それが紳士的なことだと信じて、フィールディングはアジズに金銭的救済を求めないように説得するが、男たちの友情は損なわれ、フィールディングはイギリスに向けて出発する。アジズはアデラのお金のために結婚することを信じ、友人の裏切りに腹を立て、二度と白人と友達にならないことを誓う。2年後、アジズはヒンズー教徒が支配するマウ州に移住し、フィールディングが戻る頃にはラジャの主治医になり、ムーア夫人の2度目の結婚からの娘であるステラと結婚しました。2人は出会い、アジズは今でもフィールディングに惹かれていると感じていますが、インドが英国の支配から独立するまで彼らは真の友達にはなれないことに気づきます。要約の終わり。ありがとう。